皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えー、本チャンネルはですね、編集なしの一発収録で配信しております。えー、そのため、お見苦しい点やお聞き苦しい点などあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。えー、噛みすぎた場合には、すべて最初から取り直しをしております。はい。えー、あと、配信はあの毎日行っております。えー、よろしければ、 ご視聴いただきまして、えー、気に入っていただけましたらチャンネル登録していただけると幸いですそれではよろしくお願いしますはい、えー、本日のテーマは特撮ですはい、ご紹介する作品は、えー、まウルトラマン新ウルトラマンというところなんですけども本日のま動画のポイントはですねこの小道具ですねはいについてちょっと見ていきたいなと思っております えー、新ウルトラマンですけどもね、まあ、このコロナの影響もあって公開が延期といつに延期になるのやらも不明と、ねまあ、未定ですか、えー、なんと「ゴジラ対コングも」も延期ということでですね本当にこう特撮絡みのものがですね、えー、見ることができないのは、ね、やっぱり残念ですけどもねでもまあ楽しみがまだこれからね先に続くというところではねまあまあそこは いいいように捉えたいなとは思っておりますさて、えー、この今回のね「新ウルトラマン」なんですけどもねこちらあの、えー、チラシがね、まあ、劇場で配られてたわけですけどもね、はい、でこれもねやっぱり私まあ関西なわけですけどもねやっぱ出るの遅かったですね東京の方がやっぱこういうのは早いんですよね劇場に置かれるのがねはいでまああのここにね 公開日に調整中ということに変わったかと思うんですけどもね、はいまあ、今年中に公開されることを祈るばかりですけどもねはいで,、えー、でこの、まあ、デザインなわけですねはいそんなに人間が好きになったのかウルトラマンねえ名ぜりなわけですよね、えー、ウルトラマン最終話第39話最終回 さらばウルトラマンの中でゾフィーがウルトラマンに言うまあ、決めゼリフですねまあ、そらく書かれていると、はいまあ、これが何を意味するのかゾフィーがまた出てくるのか分かりませんけどもそれが書かれてそして、えーまあ、昔でいうところのベータカプセルそして、えー、こちらが化学特捜隊ですかねはいという,う 3S パーティーでしたっけはい というね、そしてドッグタグですね。まあ、このドッグタグについてはねまたちょっと触れたいかなと思ってますけども。はい、というねまあこういう、まあ、代表的な小道具が描かれそしてこれは今回初めてかと思いますけどもね。で、えーまあ、それぞれやはりこうこれねあーこれ以前あのご紹介したね、えー、丸さんの一応あの当時物の,の装備なんですけど、えー、落書きがいっぱいでね 当時の子が多分描いたんだろうなということがね、まあ、いいねっていうようなことで動画も以前してますんでよければ見てやってください。でこの1966年当時ですねのまあいえばウルトラマンの中でいろいろ出てた小道具というのは例えばこの家徳隊のバッジにしてもですね、えー、今回ね結構こうどういうんでしょうかねシャープな作りになってますね。えー、そしてこちらがねオリジナルの。 特待バッチということでね、はい、まあ、こういう違いがあるわけですよね、まあ、どちらもねそれぞれの良さがあるのでどっちがいい悪いではないんですけどねはいでちなみにこちらはですね、えー、これいつどうしたんだったかなぁと思うんですけども「化、えー、学特捜体流星ピンバッチアンテナがのみ縮みする」ね、で裏にこういうふうに書かれてます、えー ベネリック株式会社ってってます、ねえー、アイエンシン中堂ということで、はいね、こメイドインベトナムですねはい,いこですけども、まあ、こちらのピンバッジなんで留め具が、ね、ついてるんですけども、まあ、こちらはあの劇中のようにピッとこう伸ばすことができると、ね、でたったこれだけかもしれませんけどこのギミックがついてるだけでどれだけやっぱりファンとしては嬉しいか。 ってとこなんですよねはいこれでピッとこう離せ話せてしまうんじゃないかみたいなね実際そういう仕様にありましたよね。はいうん、というまあ今回はこの、えー、形がねシンウルトラマンではこういうバッジになるとどうなんでしょうかね。そして、えー、もう一つですねまあ、ウルトラマンに変身するために使うベータカプセル。ね、ウルトラマンが オリジナルでは早田に授けたベータカプセルなわけですが今回はですねこれもでもねあの私の父や祖父の世代にえこういうちょっと小さい形の、ね、炭酸ネジをバッと入れたかあのえライトがねその当時結構こういうデザインが多かったんですよおそらくある世代の方はねご存知だと思いますだからちょっと古めかしいデザインも入れてるのかなっていうような気はしますけどねそれがでですね、まあ、オリジナル版では、 こんな感じでしたねでこちらはですねあのまあこれまあ全然ねこれもあの全く違いますよねオリジナルとの違いねでえー、まあこちらはあのそういうプロップというね大層なもんでもないので、えー、その後確かにこれ食玩で出た分だったと思うんですけどここに書いてますかねこれうん。 そうですね1966年ということで、はい、メイドインチャイナとなってますがこれはもう音はしないんですけどここをね出すとシュワッチッということですよねはいうんというねまあほんとこれだけのギミックですけどねやっぱこれもうい嬉しいものなんですよねこうやっぱりねこの動きはいいですねほ、まあ、本当はこうボタンねボタンを押すということなんですけどもねはいで デザインとしてはね、これが本当にこう原点に近いんじゃないかなと思いますけど、もう一つね、これはもうそれだけなんですけども、こちら。こちらがですね、えーまあ、箱もちょっと実家に置いてるんですけども、ウルトラマ・メビウスの放送号だったか当時だったか、えー、他にいろいろあの、ト、えー、タロウのバッジとかね、えー、そういったものがこう一セットになった中に入っているベータカプセルなんですよ。で、これがね、 まあ正直そのセットで入ったんでこれかと思いましたけどすごいですねこのデザインがなぜこうなったかっていうね色も全く違うサイズも違うっていうねまあそれはもう予算の都合があるのかもしれませんけどもなんとまあ大きいし色は違うしというねはいになったんですねでまあこれがでも結果的にはですねどちらかというと今回のものにまあ似てないことはないんですよね。 はい、形状まあ形状というかこの色合いがねうんもうそれはちょっと面白いなと思いますけどねでまあちなみにこちらはですねスイッチがありまして、ね、そしてですねはいこれぞウルトラマンの変身音ですね、はい、これを聞くだけでね もうこれから怪獣、宇宙人との戦いが始まるぞって思いますもんね。えー、例えばですね、ちょっとした演出ですると、こうしてね。とかね。はい。えー、ちょっと早いのかなこう、こうきて、バンですかね。<laughs> はい。 まあ、こんな遊びをしてしまいますけどもねほ、まあ、本当にもうあの期待が膨らむばかりだし何も過去の作品にこだわり続けることもないしいろんな発想で、えー、次の世代次の世代の方がねつないでいってくださったらもうそれが一番なのかなと思います原点を大切には当然してほしいですけどもそれはそれはそれなので、はい、あの新しいまた時代の中でね新しい姿のウルトラマンを見せてもらえるっていうのは嬉しいかなと思ってます。 はいでまあ、このウルトラマンがね一体本編でどのような動きを見せるのかって本当に楽しみです、えー、余談ですがこの祖父ビは本当に美しいですもう素晴らしく、えー、造形が綺麗だと思います、ね、どっちも好きなんですけどねはいというわけで,ですね本日は、えー、この流星バッジそしてベータカプセルの新旧のおまあ違い はい、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。